最初は花にしたんですよ。あの血がバーンとなってこう画面の左に、この画面の3分の1、嘘ですね、4分の1ぐらいに花があるんですね。バーッと血が集まって花が形成されていくんですよ。で花が全部溜まると、いわゆるビシューとかこう特殊能力を使えるっていう仕様だったんですけど、まあ、邪魔だと、はい、でかすぎてですねそれ花って何ですかみたいな、僕が花好きなんですみたいな、やめましょうっていう、はい、それがすごく作りやすかったですね。で一応目にしたんですけど、今回は本当に一語一句書かされましたね。僕はあのちょっと楽したくて、あの表のシナリオだけ全部自分で書こうと思って、残りのやつとかあるじゃないですか、あの残留もそうなんですけど、ハトメもそうですね、あれはちょっと他のライターさんにお願いしたんですね。で三上さん小林さんがチェックした時にもうバレて、菅さん書いてないですよね、これ菅さんが書いてくださいってはっきり言われて、わかりましたじゃあ書きますって言われて全部書かされたっていうのが経緯で、僕は本当はもうちょっと楽したかったんです。シナリオがすごい最初上がってきてすごいできてたんですけど、そのすごい膨大だったんですよ。でこれ書きすぎてですね、これがあの今のキラセブンの中に入っている3倍ぐらいはあったと思うんですよね。確かそうですよね、小林さんね。これ絶対そのコストとスケジュール間に合わないよねっていう中で実は削ったんですね、ストーリーが。でそのストーリーを削ってやっぱりおかしくなるんですよね、つながりが。で須田さんとそのまあ、ゲーム組み立てていく流れでやっぱりそういうキャラいた方がいいですよねって話に、まあ、なって、でじゃあ須田さんがこういう残留シーン入れますよっていうので、ああじゃあいいんじゃないですかっていうのを話して、で入ったっていう形で。残留思念でいうとやっぱスージーが好きですね。毒舌吐いてバタンと締めるあのね、ヒッキーが。スージーは人気ありますね。あのスタッフの中でも相当スージーが一番好きだっていう人間も何人ぐらい、4人ぐらいいますかね、 4,5 人いますね、スージーファンは。所詮ワキワキキャラじゃないですか。まあキラーセブンのメインとこでも外れてて、まあよくは出ますけど、でもこいつはこいつでなんかストーリーがあるし、そういう脇キャラでもなんか人生があるんだなっていう。僕がやっぱりシナリオ回復っていう段階でキャラクターを生み出した瞬間に、彼らは人として存在していて、で彼らの人生もありますし、で当然背負ってるものもありますし、
それをどういうふうに彼らが口からついて出るのかっていうのをやっぱり本当の人間で人として描きたいんですね。生きてる人間なんだ連中はっていう。だからこそキラーセブンというその殺し屋たちが殺す意味が生まれる。単なる記号を殺すんではなくて、やっぱり人間であり生きてる連中、まあ、そこやっぱ生を描きたいというのかと思うんですよ。で死を描くときにやっぱり生をおなざりにするとかっていう、そのよくゲームが言われる、例えば本当メディアが軽く死を扱ってるみたいなことをゲームが言うじゃないですか。でそれに対しては僕はムカつくんですよね、ものすごく。でよくアニメの大御所がゲームはちゃんと死を描いてないとかっていうことを言うじゃないですか。やっぱそれに対してもやっぱりちゃんと答えを示したいですし、で僕の役割でできることっていうのはやっぱり死を描くこと。これまでシルバー事件とかっていうタイトルでやっぱり犯罪をメインに描いてきたときに、犯罪ありきではなくて人ありきで犯罪が生まれるっていうところを、まあ、ちゃんと考えつつ書いたつもりではあるんですね。で今回もキラセブンもそうなんですけども、殺すが先じゃなくて人がありきなんですね。で彼らの犯罪であったりとか野望だったり思惑があって、まあ、いわゆる殺し屋が奴らに向かうっていう経緯があって、でやっぱそれを全部ちゃんと描きたいというのがキラセブンでも同じようにありましたね。はい。forgive me. Forgive me. What was that? Do I sense regrets? Just because you apologize, you think you'll be forgiven? Just like that. The Surge. It's Curtis. Curtis? Didn't you notice the dead bodies behind you? Huh? Your folks. No. You're lying. The one who killed Dan years ago. Your wife's name is Pamela, right? And your son, Paul. What have you done to them? Ah, Pamela sure has a mole in a unique place. You know, it kind of turned me on. No, you didn't. You bastard! He'll soon make his move. Shall I take care of him?やっぱり須田さんの中で言葉ってすごい大事にされてる方なんで、その漢字一つ、そのルビー一つに対してもすごい思い入れが強い。多分ですね、僕がやっぱり僕のお師匠さんはターザン山本だと思ってるんですよ。やっぱりシュープロで育った人間で活字プロレスっていうものをこう体現した直撃世代なんですね。で僕の中にはいわゆるそのターザン妹のイズムであったりとか、まあロックの言語もそうなんですけども、プロレスラーのインタビューとかですね、あとミュージシャン、海外のミュージシャンたちのインタビューだったりとかで、結構その言葉自体が崩れてる、言語を崩れてる連中の言葉が好きというか、それが体の中に染み込んでると思うんですよ。で最近長州小力とかがその長州力のモノマネするじゃないですか。やっぱり長州 のいわゆるランゲージっておかしいんですよね。やっぱちょっと常人離れしてるんですよ。でやっぱりそういう浮世離れした人たちの言葉っていうものを多分僕が相当好きでたくさん読んで、で彼らの生き様みたいなものっていうのを、まあ本当に仮想ではあるんですけども、自分の中からこういわゆる吐き出した作業が体内一回通過させてアウトプットしたというのが多分今書いてるキラセブン含めてなんですけど、僕の書くシナリオの多分源だと思うんですね。はい。だからキラーセブンをコピーできるものはコピーしてみろっていう感じですね。絶対真似できないですね。だ須田さんがいないと作れない作品だと思うんで。でも達成感はやっぱりものすごくあります。あ、そうですか。はい、本当よくこのゲーム作ったなっていうふうに、本当よく完成したな、はい、できてよかったっていう、はい、相当振り切れたと思いますね。最初に自分がイメージしたキラーセブンのレッドゾーンがあったとしたら、
このレッドゾーンがあるとするじゃないですか、多分この辺のレッドゾーンのこの辺まで行けたと思うんですね。ちょっと道筋は違っちゃったんですけど、はい、そこはちゃんと振り切れたと思います、はい。はい、僕はやっぱり極上なんですよ。究極とかっていうことはなくて、極上の娯楽エンターテインメントっていうものがやはり、それは何かというと特別なものなんですね。お客さんにとって特別なもので一生語っていけるもの、それが極上な多分エンターテインメントだと思うんですけど、そういったものにキラスボがなってればいいな。で、まあ全てではないんですけども、あるお客、特定のお客さんにとってはそういうふうになってくれることをちょっと確信がちょっと芽生えたかなっていう、今日山岸さんに行ってもらってちょっと確信もまだちょっとこう上積みが、はい、上がったかなっていうところであるんですけども、やっぱり子供ですね、はい、1,2,3,4 番目か5番目の子供ですね。で、父親は三上さんであり小林さんであり、で僕の母体からこう出たっていうような、はい、でそれは多分これまでうちのゲームを応援してくれたお客さんも父親だと思うんですよ。でいろんな人たちの精子が混じった結果としての子供がキラーセブンであると、それが僕にとってのキラーセブンです、はい。We must get rid of bad trees from their roots. Or you can control it with your hands, just like a PDA. The world will keep getting smaller.